うも皆さんこんにちは、ニグでございます。ツッコミ担当のマリサだぜ。あれなんか変なやついない？いやだな、忘れてしまったんですか僕のこと。このチャンネル準レギュラーの沼九郎ですよ。君このチャンネル初登場だよね。ということで今回から沼九郎と一緒にレイトの波に飲まれていきます。この言葉から茶番臭がプンプンするんだが、今回のパーティーは通称沼サム、沼九郎とハッサムでサイクルを回すパーティーです。あれ、なんか沼サムって響き聞いたことあるような。違うよ、あの人じゃないよ、水タイプ違いだよ。ということでお相手のパーティーは左上からゲンガー、月光ガー、ドリュース、サンダー、マリウリ、カクテテフですね。とりあえずこのパーティーのモチーフである沼九郎は確定でしょう。縛りプレイか何かかな。いやいや、違いますって。説明してやりなさいまさ沼九郎さん。今完璧に悪意しかなかったよね。ということで説明していきますよ。まず相手のパーティーのメガ進化枠はゲンガーのみ。そしてゲンガーに強いのは沼九郎。以上、証明終わり。9、D、D。なんでだろう、無性に殴りたい。あとはドリューズとサンダーに強いギルガルドと。サンダーを倒せれば自身の一環ができるため、最強のスカーフがブリアスでいきましょうか。それでは対戦、よろしくお願いします。普通にレイト100くらい上だったから、赤子の手をひねるように倒されそう。ふふふ、甘いですよマリサ。信玄持ちづらい甘いですよマリサ。毎度毎度例えが微妙じゃない。こちらの先発は問答無用の沼九郎です。おら、可愛いだろこのフォルム。そう思うのはお前だけだけどな。お相手はカクテテフですね。これ完全な出し負けじゃないか。そうですね、裏にゲンガーとか控えていそうですね。そしてカクテテフの特性でサイコフィールドを展開。まあ今回の戦術は先制技をあまり使わないのでさほど影響はなさそうですね。ギルガルドバックで安定ですね。ちなみに今回の私は進化の奇跡起点作成型、ステルスロットとアクビで起点を作り、あとはハッサムとかガブリアス先輩にボコしてもらう役ですね。さあさあ、レイトで沼九郎を見たことがある者はなかなかいないだろう。今頃対戦相手は沼九郎について検索をかけていることだろう。これ実質勝ちですよね。その理論は意味がわからない。けど沼九郎は以前有名な VTuber が使ってたから、どうせこのコメント欄にはパクリオツってコメントが大量につくだろうね。圧倒も初めましてもなっています。開口一番続発すぎじゃない。っていうか開始2分くらいに第一声を発することの方が問題だと思うんだけど。お、引っ込みましたね。これは俺に恐れをなしたってことですね。思い上がるな。そして出てきたのはサンダーだね。おっと、これは毒毒を打つ気満々ですね。しかし俺は後ろ2体のための起点作成のプロフェッショナル、その毒毒も読めていたぜ。そして出すのはギルガルド。けどこの対面、技構成的にこっちが不利なんですよ。サイクルを回されると面倒なので、ここは沼九郎に戻しますか。様子見とかでボルトチェンジとか打ってくれないかな。ギルガルド対面だったら熱風とかもありえるよ。よしよし、ボルトチェンジでしたね。さあ、無償降臨できましたが、1ターン目の交代を見ると、ドクドクは確実に持ってそうですね。やっぱりドクドクは持ってたな。けどここはステルスロックを入線ですね。もしかしたらサイクル戦になりそうなので、早めにステルスロックを打っておかないとダメージを稼げなさそう。これでお相手は交代するたびにダメージが蓄積するね。お相手のパーティー的に沼九郎の役割は終わったので、ここから先はあくびを打ち続けてもらいましょう。ここ普通に身代わりありそうじゃないか。やっべ、安易にやりすぎた。おお、どうやら身代わりは持っていなさそうですね。え、硬くない？これが私の底力ですよ。中華力のポケモンならすぐに流せますよ。これでみんなも沼九郎を使いたくなってきたに違いない。とりあえずあくびを打てたはいいものの、このまま打ち続けても毒で削れていくだけ。パーティー的に最後の一匹がわからないので、居座りも考慮してギルガルドに下げましょうか。もしかしたらサンダーを捨ててくる可能性もあるからね。結構その可能性があるんですよね。この対面のままサンダーが眠ってしまうとまずいんですよ。ガブリアスへの交代を見目ざぱ氷を打たれると目も当てられない。さあ、お相手はどう出てくるか。おっと、引っ込めてきましたか。そして出てくるのはカクテテフ。よしよし、結果的にいい対面になりましたね。ここで大きく負担を与えたいね。そして沼九郎、お疲れ様。まあお前ステロとあくびしかしてないけどな。当たり強くない？これがいじめってやつか。ほんとマリサそういうの良くないと思うよ。そうだ、バナナのくせに生意気だぜ。最後の役を表に出ろ。ここはとりあえずシャドーボール安定ですかね。一貫性は取れていますし、下手に交代読みする時間ではないので。お相手は引いてきたね。3体目は月光画だったか。そうしたらサイダーさえ倒せればガブリアスの一貫が取れていますね。問題はこの月光画がどういう方かだよね。持ち物だけでタスキ、命の玉、デッドクリスタル、スカーフ、メガネと正直判別が難しすぎます。全くわかりません。シャドーボールはいい感じのダメージ。最近の月光画はタスキで悪の波動持ちが多いとどこかで聞いたので、とりあえずキングシールドで型の判別をしましょう。けどここキングシールド読み身代わりとかもあるんじゃないか。その可能性が十分にあるから沼九郎に下げるか、攻撃したいんですよね。けど一番の悪手が、月光画が悪の波動を打ってギルガルドが倒されることなので、それだけは回避したいところです。さあ、
死と出るか凶と出るか。結局身代わり持ってたな。しかも特性が変幻自在ですか。一気に厳しくなっちゃったね。しょうがない、ここは聖なる剣を打ちましょうか。悪の波動持っていなければいいんだけどな。なんで好都合よく持ってるの。こればっかりはしょうがないじゃないか。問題はダメージなんだけど。さすがに2発は耐えられそうにないですね。そしてここで弱点保険発動、攻撃と特攻が2段階アップします。とりあえず身代わりを破壊できたとして、次のターンどうしましょうかね。お相手の HP 的に影打ちで倒せそうだけど、もう一度キングシールドを挟むのもいいんだよね。けどそこに身代わりを合わされてしまうと負けなんですよ。そう、これはじゃんけんだ。勝つか負けるかが決まるじゃんけんなんだ。あれ、ここ限定じゃんけんの場所だっけ。こっちはグーとチョキしか出せないけど、お相手はさながら本田圭介さんといったところでしょうか。あれ、絶対勝てなくないかい。ここは強気に影打ちを選択しました。さあ、どうなるでしょうか。俺の勝ち。たかがじゃんけん、そう思ってないですか。どうしてこのチャンネルは遅れたネタを持ってくるの。私たちは文化を守ってるんですよマリサ。人々に忘れられないように時々差し込むんですよ。差し込み方下手すぎない。ここはどうするの。そろそろ相手も交換読みとかしてくると思うんですよ。だからここは倒されてもいいのでシャドウボールで負担をかけに行きます。普通に攻撃してきたな。なんか今までの行動を見ていると、お相手の確定テフ、こだわりスカーフを持っていそうな気がするんですよね。キルガルドに効果抜群ということは、目覚めるパワーは炎火事面が濃厚。ここはガブリアスで負担をかけに行きますか。先輩、やっちまってください。キャラコロコロと変わりすぎじゃない。違うんだよマリサ、今は大事なキャラも作機なんだ。今後どういう風なキャラ付けが受けるのかを、この回で確定させないと人気にならないんだマリサ。めたいにも程がある。お相手は引いてきたな。お、これはこだわりスカーフ確定ですかね。そして出てくるのはサンダーだね。こっちは自信を押してしまった。ステロのダメージが入った灰物の、これではこっちが不利だ。しかし、もしかしたらこっちのガブリアスの持ち物がバレていないのかもしれないですね。相手が持ち物を誤解していると信じて交換しよう。おお、危なかったですね。これはヒヤリハット案件でしたね。絶妙にわかりにくいネタ、やめてくれない。そろそろ俺の体力も危ないな。サイクルをするのも苦しくなってきたね。ここは確定的交代読みでガブリアスを合わせます。てかそうでもしないと勝てない。お相手は交代なしと。ますます厳しくなってきましたね。もうここは岩流れのひるみ案件にかけましょう。これだからポケモン廃人は、私はいいけどポケモン廃人に謝れ。自分はいいんですね。いいかい、ポケモンをやっている実況者は何かしら合言葉があるんだ。有名になればなるほどその合言葉が浸透しているんだ。ひるみ案件を合言葉というかジングルというか、うちのチャンネルの言葉にしていきたいんだよね。視聴者の皆も忘れないようにひるみ案件とコメントしてね。そうやってすぐコメント稼ぎをする。けど、そうでもしないと忘れてしまうんですよ。草結び安定、こんにゃく、黙れ小僧、騙されたなお前ら、土でも食ってろ。これらはすべて視聴者が広めた言葉なんですよ。逆にこうでもしないと忘れちゃうんですよ。最近記憶力の低下が激しいので、なのでポケモンシリーズではひるみ案件、これをジングルにしていきましょう。よしよし、ひるみ案件来ましたね。今更なんだが、これ普通に運勝ちしようとしているだけだよね。沼黒を使うトレーナーのみに許された特権ですよ。これでもこっちが不利なので、まあ足りないくらいです。お相手どうするんだろう。サンダーを捨てたら自身の一貫が、確定テフを捨てたら激凛の一貫ができるね。としたら残る選択肢は一つだね。よし、これで一体撃破しましたね。あとは岩流れの PP が持つかどうか。一度でも外れたら終わりですから、ここは主人公ガブリアスの力を信じましょう。ここで出してくるのは確定です。さあ、ここをヒルミ案件したら勝ちはほぼ確定。最後まで運に頼るしかないこの欠陥構築。ここでヒルミ案件したらガブリアスとの絆は足りてますよね。なんか JK が使う言葉みたい。ちょうど3年前、新しくできたポケモンガチ勢の友達に言われた言葉です。ポケモンの全ての確率は絆によって決まる、と。マジかよ。顔がうるさい。よし、これであとは岩流れを外さなければ勝ちですね。まさかあの状況からここまで持ってくるなんて。これで残るはサンダーだけ。勝ちのビジョンが見えてきましたね。
ステロもあるのでこのまま岩流れで落ちても良さそう。おっと、これは気の実だな。これもしかしてヤバいんじゃない？岩流れの PP はあと1。お相手もそれはわかってるだろうから、このまま跳ね休めで粘られて負け確定だよ。ふっふっふ。甘いよマリサ。なんで急に私に振るの？このために私は沼クロウを残しておいたのだ。さあ、ここからがお前のショータイムだ。沼クロウ。ちょっと。お相手は目覚めるかわ。へ、そんなのへでもないぜ。ダメージは22だったな。これだったら次の目覚めるパワーも耐えそうだ。さあ、ここで俺の必殺技、あくびを打ってやるぜ。ここまで来たらあとは眠らせて退場できたら勝ちは確定だな。おっと、お相手は羽が詰めだな。どうせ沼クロウがとなめているんだろう。だが甘い、甘いんだよな。その甘さがお前の命取りになるんだよな。なんでだろう、沼クロウがすごく輝いて見える。グレンラガンにも似た熱い何かを感じる。これこそが沼クロウの本気なんだ。キモいキモいとバカにされたポケモンの底力なんだ。よし、あとは鉄塔に立ち上りでも打って退場だな。毒ダメージもうまい感じに調整できた。舞台は完全に整った。あとはガブリアス先輩に繋ぐのが俺の仕事だ。その前に一回殴っておくぜー。おお、そこそこ入るな。そして計算通り、ここで俺は退場だ。先輩、あとは頼みまして。いや、ここまで完璧な場を作れるんですね。毒のダメージも計算して戦っていたとは。いや、絶対偶然だと思うぞ。ということで締めはガブリアス先輩に頼みましょうか。ということで、対戦ありがとうございました。よかったら次回も見てくれよな。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。